こんにちは日本語の先生のりっこーです皆さんは日本語の勉強のきっかけ何でしたかねアニメが好きな人日本が本当に大好きで日本の文化何でも好きな人ねまあ、もしかしたら日本の会社で働きたいという理由もあったかもしれないし日本人の恋人がいるから日本語を勉強してるっていう人もいるでしょういろいろなきっかけがありますよね私が今日話すお話は 日本語を勉強したいというきっかけが、フィギュアスケートの選手、日本の有名な選手、羽生結弦選手。彼のことが大好きで、日本語の勉強を始めてしまった生徒さんがいるんです。その生徒さんたちの話をしていきます。一人目は、私のプライベートレッスンを受けてくれている生徒さんなんですが、まだ始めて少ないかな。で、最近の。 生徒さんなんです。で、まだ初級。でも彼女はとても一生懸命勉強しています。そして、最初のレッスンでどうして日本語を勉強するんですか？と言った時の理由が羽生結弦選手が大好きだと答えたんですね。うん。さて、この羽生結弦選手は日本で有名なフィギュアスケートの選手なんですね。宮城県の仙台市出身。 ね、そして、まあ、男子シングルフィギュアスケートの世界で、まあ、大成功し,た、まあ、している、まあ、チャンンピオンの選手なんです例えば2014年の冬のオリンピックそして2018年の冬のオリンピック2回大会連続金メダリストなんです。はい、金メダルを2回連続取ってているそしてね 今録音しているのは1月のは月後半なんですねで皆さんこれを聞いているのはまあ私のポッドキャストで公開されるのは2月後半ね2月2月、ね、今年オリンピックがあるでしょまああったでしょっていうべきなのかな。ね北京オリンピックに、えー、中国のオリンピックねあの私がこれを話している時点で、ね、1月の時点で、ね、世界中の人が「 この羽生結弦選手は3大会連続、ね、冬のオリンピック3大会連続フィギュアスケート男子シングルで金メダルを取るんじゃないかと期待されている選手なんですね実際に3大会連続金メダルになったかどうかは、はい、皆さんこれを聞いている時にも分かっていると思います。 はい、そしてね。まあ、これは私のプライベートレッスンの生徒さんの話だったけれども、もえー私。私まあ、羽生選手のこと知ってたけど、でもそんなファンじゃないしね。あんまり実は詳しくなかったね。で、これも1月の話なんです。1月ね。私はまだ毎週金曜日、クラブハウスのチャットルームをやっています。皆さんクラブハウスね。あのフリートークしたかったら、金曜日、イギリスの時間の午後2時に来てください。で、でその日。 ね、来てくれた方はですね羽生選手のファンだったんですねもう彼女も羽生選手が大好き本当に大好き羽生選手が話している日本語を知りたい聞けるようになりたいインタビューでどんなことを答えているのか日本語で理解したいその強い気持ちで日本語の勉強をしてるんです本当に本当に私はいいなって思ったんです あの理由が強いいじゃないですすか、ね、面白い理由です、ね、でも羽生選手のことをもっと知りたいインタビューの日本語を分かりたいっていうのはものすごいいい理由ですそして好好ききななもものののがあっててののコンテンテツをを通して日本語を勉強するだから彼女は、ね、羽生選手が出てくるニュースとか記事を全て読んでいると、ね、YouTube の動画も全て見ているそこで日本語を勉強しているわけです。私は ととてもいい、いい本当にいいと思うんです。皆さんはもう一度、ね、日本語を勉強する理由があるでしょでできればですね本当に自分が好きな内容コンテンツで勉強した方が楽しいし長く続けることができるしモチベーションを維持することができると思うんですよね。でね、私は、 ま,あまだまだまだ BTS が好きなんですけどで時々あの勉強してるっていうよりも、まあ、私が大好きだから BTS の YouTube の動画を見ますね。でやっぱり分かるフレーズとか単語があるわけですよ聞き取れる、ね、私の推しの BTS が話してることがなんとなく分かるようになってきた、まあ、完璧じゃないけどねあ今の言葉フレーズ分かる私は本当に嬉しくなるんですその気持ち。 やった私の推しの言ってることがわかるじゃんという嬉しさそれでもっともっと勉強しよようって思えるんですよねだから推しの世界はとても大切だしきっかけが大切というか理由が大切というかね、うん、どうして日本語を勉強したいのかっていうのはものすごく大切なんだなと思いました。ということで、ね、これを皆さん聞いている時点で羽生選手が。 ね、金メダルを取っったかかかどうか分かっていいると思いますでも私はねあのまだ1月ですからこれを話している時ね今回はこの <laughs> 私の生徒さんのためにですねちょっとオリンピックのニュースをねフォローして羽生選手を応援したいいと思っているんですはい会話がね盛り上がりそうな、ね、レッスンが盛り上がりそうなだから私も羽生選手を応援したい。 はい、ということで、ね、羽生選手フィギュアスケートのシングルチャンピオン有名な日本人の選手について話してみました。今日はここまでです。